どうも、おはようございます。ということで、昨日結局ね、昨日結局あの後、車の中で寝て、で、それで、なんか物を買わないと駐車代が高いので、ミスドを買いに行ったんですよ。で、ミスドを買いに行ったんだけど、あれなんですよね。バレンタインのドーナツ、バレンタイン限定ドーナツみたいなのがもう売り切れてるっぽくて、あれ確か去年もあったかもしんないけど、あれなんか結構すぐ売り切れちゃうやつかと思って、なんだろう、なんかこう、何時にこう販売しますみたいな告知をしてると、なんかその時間の前になんか人が並んで、なかなか買えないみたいな、多分それだと思うんだけど、俺がもう寝てからミスドに行ったら、バレンタインのドーナツが売ってなかったんですよ。うわ、売ってねえじゃんとか思って。で、なんか、バレンタインのやつが売ってなくて、普通のドーナツ買うのもなと思って、なんとなく。で、結局、でもなんか何か買わねえとと思って、銀だこ買って帰ってきた。銀だこもちなみに15分ぐらい待ったけどね。なんか、他に、注文してる人がいて、なんか焼くまで時間かかりますよって言われて15分ぐらい待ったんだけど。はてな感じで、結局、買えずじまいで、バレンタインの、何でしたっけ、バレンタインのドーナツは結局買えずじまいで、銀だこ買って帰ってきました。はい、皆さん、電話どうも。そうなんですよね。あれ結構並ぶんすかね。並ぶっていうか、何時にこう販売するとか、なんか前俺が行った時は、なんか店舗になんかその、前の時は何時から販売しますみたいなあったんだけど、だからもう多分すぐ売り切れちゃうのかね。確かに美味しそうだもんな。転売ヤーとかいないんすかね。さすがに食い物っていうか、しかも梱包されてないんで。梱包されてない食い物の転売ヤーはさすがになかなかいないかな。売ってなかったんですよね。なんか多分ね、早めに、いや、てか、開店と同時にじゃないパターンもあるんだよね。前はなんかこう、昼の部、夜の部はこの時間ですよ、みたいな感じで売ってた気がするんだけど。多分、販売した瞬間売り切れちゃうんだろうな、すぐ多分。マジか、食えないじゃん。ねえ。マジっすか。いやー。椅子と結局食えんかったな。ミスド。ミスド。バレンタイン。ビタメール。あ、そう、前のはそう、ピエール・マルコニーニ、
去年のは、俺確かこれ買いに行ったんだけど、ピエール・マルコリーニっていうとこだったんだよね。とコラボしたやつなんだよね。で、今回のは、ビタメールってとことコラボしてるみたいですね。1月28日から数量限定で販売って書いてあるね。しかも数量限定だからこれ買えないんだね。前回のピエール・マルコニーには店によって長蛇の列になっていて、お店によっては販売時間や販売個数を限定して販売しています。販売しています。これめっちゃ美味しそうだよね、ハート型のやつ、これ。あとこのショコラノワゼットってのも美味しそう。これ食べたいなぁ。いやー、でもこれ買えないんすよね。買えないんすよね、これね。ビタメール。めっちゃうまそうなんだけど、これ。これ買えないんすよね。どうにか買えないですかね。いや、これだね、多分すぐ売り切れちゃうっしょ。多分ね、すぐ売り切れちゃうんですよ、これ。なんか、少しでも、お客が少なそうなところが狙い目かな。あえて狙うんだったら。昨日行ったニットモールの熊谷のところはね、そこそこ人がいるから、上熊谷の、なんだっけ、あそこ。サティだっけ？の中にも確か入ってたな。なんかどっかにも入ってたんだよな。客が少なそうなところ行くか狙い目かな。昨日のね、ニットモールとか何気に人それなりいるからね。どうにかね。深谷あたりになんかイオンなかったっけ？深谷じゃない、どこだっけ？なんてとこだ、そこわかんないけど。ああ、なかなか難しいっすね、これ。しかもいつ販売するかわかんないからな。そうだ、深いのアリオってとこかな。まあ、でも今から行ったら遅いかも。一応開店と同時に行った方が確率高いよね。でも多分開店と同時に販売するわけでもないのかもしれないけどね。なんか、前の時はね、なんか何時からとかなんか告知されてた気がする。なんか店舗で。で、店舗によって結構自由らしいんですよ、その売り方は。店によるんだと思うんだけど。いや、今から行っても間に合わないっすもん。風呂入んないとだから。
いやー、ミスド食いたいなー、これ。めっちゃ美味しそうなんだけど。ミスド。食いたいっすね、このミスのやつ。あ、ハート5個ども。いや、でも、いや、もう行きたくないよ。食いたいけど。昨日行ったけど、ダメだったから、もうそんな毎日毎日行きたくない、正直。めんどくさいもん。しかも行っても100%買えないっていう。一度ね、食いたいね、でもさ、これ美味しかったとしてもさ、結局あれっすもんね、期間限定でもう食べれないからね。そういうのって悲しくない？期間限定って。すげえ美味しいって思ったら思ったね、もう食えないのかっていう悲しさがすぐに襲ってくるんだけどね。こんな美味しいのもう食べれないのかっていう。なんか愛しさと切なさと心強さがなんか襲ってくるんですけど。めっちゃうまそうだよな、でもこれ。これ食べてみたいな。これ何気にこのなんか、一番うまそうなの、ショコラノアゼットってやつ。なんかこの柔らかそうなやつ。これ一番美味しそう。ハートのも気になるけど、ショコラノアゼットってのがめちゃめちゃ一番俺の中で美味しそうに見える。こう柔らかい感じの。絶対美味しいでしょ、これ。食いたいな、これ。
いやー、にしてもやばいね。マジ、アイテムがもうほんと飛ばないよ。やばい。昨日5000円いってないぐらいだからね。俺に来たの。5000円いってないぐらいだよ。やばいね。さて、アイテム飛ばないし、やめようかな。終わろうかな。話すこともないし。ああ、風呂入ってパチンコ行ってこようかな。まあでも、あんまりもう打てる台が減ってきてるけどね、今。もう、リノもあんま拾えなくなっちゃったしな。まあ、新しい聖夜とか。まあ、あと、アラジンとかが、まあ、多少得なれるかなって感じだけど。でも、そんな得なれないだろうな、言うほど。アラジン単発だとね、リセットされないからね。いや、もうだって配信でアイテム飛ばなかったらもう違うことで稼がないとだからね。まあ、あともうふわっちやめてニコ生かな、もう。投げ銭が本当に来ないから。もうクリショーで来場者のお金もと取りに行った方がいいかもしれない。よし、終わります。ちょっとね、アイテムも飛ばないし、コメントもないんで終わります。